はい、皆さんごきげんよう、どうも隊長です。今日はね、視聴者の方からね、こんな質問来てるんで、それにお答えします。そちらがですね、パーティーでやってるんですがなかなか勝てません。負けてる原因は息が合っていない連携だと思います。連携を鍛えるにはどうしたら良いですか、という質問です。まあ早速ね、質問に答えていくんですけど、もしね、質問ありましたらディスコードとか、まあ、DM で答えてもらってもいいんですけど、まあ、ちょっと匿名でね、なんかあるじゃん、匿名質問サイトみたいな、ああいうのちょっと作ろうかなと思います。はい、でなんかいいもんあればね、まあ、YouTube でこうやって取り上げたいと思うんですけど、でまあ早速ねちょっと答えていこうと思うんですけど、まあ息が合わないのはね、まあ、正直どれぐらいやってるかでひどさが違うと思います。半年やってて息が合わなかったら、もうちょっとそれね、誰かがその息をずらしています。うん、必ずね、まあ、誰かが先行っちゃったりとかしてるんですよね。まあ、そういう人がいるんであれば、まあ、その人個人が直すしかないんですよね。でもしくはもうメンバー入れ替える。うん、これはクランでやってるか分かんないけれども、プライド高くてね、自分の非を認めない、もうそういうプレイヤーはねマジで論外ですね。まあたかがゲームなんで、ぶっちゃけねそこまでガチになくてもいいんですけど、でも負けてる原因って結局ね、個人のね性格だったりするんですよ。そう、パーティーの雰囲気悪くなったりとかするしね、普通に。まああとは、まあクランの人見てる、僕の動画見てる人いるか分かんないけど、反省会とかで、まあやっぱ一方的にね、お前が悪いみたいな、まあそういう場面もあります。本当に自分が悪い、自分だけに非があるわって、それってね多分本人も自覚してると思うんで、まあ、強く言う必要はないんですけど、それで反省しない人もいるからね、もうそれもそっちでやばいんですけど、単純にね言えることはやはりね、パーティーメンバーの中で、まあ、息を合わせようとしてない人がいる、もしくは息が合ってない人がいるのは確実ですよね。それがね半年以上あるんであれば、さすがにねちょっと俺だったらなんかやるメンバー考えますね。だけどその人に対して、まあ、直してほしいとかね、そういうことを言えるんであれば、多分言えますよね、さすがにね。わかんない、一人だけじゃないかもね、複数いるかもしれないけど、やっぱりもう数こなしてやるしかないですよね。うん、まあ基本的にはね、そういった人たちに対して言ってね直してもらう、もしくは、まあ、メンツを変えるっていうことになってしまいますよね。まあ直してもらうっていうのはね、まあ難しくはないです、正直。うん、その人次第だけど、まああとはちょっとね、単純にちょっと今思ったのは、やっぱ価値観違うかもしんないな。やっぱシージってさ、そのシージをやる目的、うん、ランク勝ちたいのか、キルしたいのか、パーティーのみんなでエンジョイしたいのか、まあいろんな目的あると思います。僕だったらリア友育成ですよね。別に僕のランク帯がブロンズコッパー以降がどうでもいいんですよ。リア友がね上手くなれればいいなと思ってやってるんですけど、まあちょっとわかんないですけどね。まあなんで、いわゆる目標が違うのであれば、多分それってね合わないと思いますよ。もう一つ例を例えるとね、まあ以前ね僕がクラン活動してた時は、クラメン全員ねダイヤ達成を目的にね、やってました。まあだからね、やっぱ目的が一緒じゃないと、それはねプレイにもね差が出ますよね。なんでもしね、まあ、固定メンバーなのかちょっとどうかわかんないんですけど、みんなでねちょっと目標立ててねやってみたらどうですかね。その目標に見合った、うん、なんだろう、ムーブするというか立ち回りになるんじゃないですかね。まあこれは本当に非常に難しい問題なんですけど、まあ、ぜひねさっき言ったことをやってみてください。ということでね、あと質問とか、あとは悩み事っすよね。まあ、これはもう悩みだよね。うん、お悩みそうだ。はい。ありましたら、コメントください。まあ、もちろんね、指示のことだけじゃなくていいです。はい。お待ちしております。ということでね、ごきげんよう。